それでは定例記者会議を始めさせていただきます。まず、平成22年2月定例会提出予定案件につきまして、審査を始めます。平成22年の2月定例県議会提出予定案件につきまして、発表をさせていただきます。2月定例県議会は2月17日に召集することにいたしまして、本日召集告示を行ったところであります。提出案件は平成22年度当初予算、平成21年度2月補正予算を合わせまして条例案19件、予算案25件、その他の議決案件15件、報告事項19件の予定であります。次に平成22年度当初予算につきましてご説明を申し上げます。一般会計の予算規模は4,618,274,001,000円でありまして、これを前年度当初予算と比較いたしますと150億円余 3.4% の増となります。なお商工業振興資金特別会計への繰出資金というものがこのうち261億円でありますので、これを除きますと4,356,7,353,2,000円でありまして、これを前年度の当初予算と比較しますと17億円余 0.4% の増であります。次に本件の財政状況につきましてご説明をさせていただきます。まず歳入面では、県税収入につきましては法人利税の落ち込みが激しく、地方法人特別徴用税を加えた実質的な法人利税は平成21年度に比べまして54億円余 20.1% 減少し218億円余となることなどから、実質県税総額は94億円余 10.1% 減少して840億円余となりまして、当初予算としては平成16年度以外の800億円台となる見込みであります。一方で地方交付税と臨時財政対策債を合わせました実質的な地方交付税は1746億円余となりまして、平成21年度と比べ231億円余 15.3% の増加との見込みであります。このため一般財源の収入総額としては改善が見込まれるものの、歳出面で介護保険関係経費や高齢者医療費などの社会保障関係費の増加に加えまして、過去に発行した県債の償還のための交際費など義務的経費の増加が避けられない見込みであります。さらに明年度は県有施設の耐震化や防災新館の整備のほか、県立高校、新県立図書館の整備、宝石美術専門学校の移転など県民の安全安心の確保や教育の振興等の観点から必要不可欠な大規模事業も実施しなければなりません。こうしたことから明年度も引き続き厳しい財政運営を強いられ、65億円の基金を取り崩すことにより当初予算を編成したところであります。次に予算編成の基本的な考え方についてご説明をいたします。平成22年度当初予算編成にあたりましては、厳しい財政状況を踏まえ行政改革大綱を着実に実証し、歳入の確保と歳出の抑制を図るとともに、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努めたところであります。まず経済情勢は依然として厳しいことから、県内経済の動向を注視しつつ景気や雇用に十分配慮し、機動的かつ効果的に施策の展開を図ることにいたしました。まず経済雇用対策につきましては、国の各種の交付金により積み立てた基金も最大限に活用しながら、景気や雇用に十分配慮した施策を展開できるよう予算編成を行ったところであります。次に人件費につきましては、定員適正化計画に基づく職員数の削減とともに、全職員を対象とした給料の特例減額措置を継続するなどによりまして、その抑制を図ったところであります。人件費は人事委員会勧告に基づく給与改定の影響等も合わせますと、3年前の平成19年度当初予算に比べまして85億円の減となっております。また公共事業費につきましては、国の予算がマイナス 18.3% と大幅に削減をされました。そうした中で国庫補助金等の確保に最大限努めまして、
対前年度当初比でマイナス 15% の事業費を確保し、573億円余としたところであります。さらに県単独公共事業費につきましては、地方財政計画に従いまして、対前年度比でマイナス 15.0% の130億円余といたしました。しかしながら、現下の厳しい経済状況を踏まえまして、切れ目のない経済対策を実施するために、明年度当初予算と合わせて、今議会に提出をする本年度二次補正予算には、国の第二次補正予算で創設された地域活性化きめ細かな臨時交付金33億円に、県独自で10億円を上乗せし、合計43億円の県単独公共事業費を計上したところであります。これによりまして、県単独公共事業費は、明年度当初予算および本年度2月補正予算のとの合計いたしますと、対前年度当初比で 20億円余 12.7% の増となります。公共事業費および県単独公共事業費の合計額におきましても、対前年度比で当初比で 9.7% の減にとどめたところであります。明年度におきましても、まずは事業の前倒し対策や県内経済の動向を注視しながら、年度中途においても景気対策に景気回復に最大限配慮し、必要に応じて補正予算への公共事業等の追加計上を検討してまいりたいと考えております。なお県債につきましては、実質的な交付税である臨時財政対策債を除き、県がコントロールできる県債等残高を22年度末までに380億円程度削減する、これが行政改革大綱に定めた、本県の削減目標でありますが、この削減目標380億円を現時点では140億円程度上回るペースで削減できる、したがって、520億円ということになりますが、140億円程度上回るペースで削減できる見込みであります。明年度も経済雇用対策を重点的に実施をするとともに、県民の安全安心の確保や教育の振興、リニア中央新幹線と本県の将来の発展につながる基盤整備の促進などにも取り組み、チャレンジ山梨行動計画に基づいて、暮らしやすさ日本一の山梨づくりに向けた施策を着実に実施をすることにし、必要な予算を積極的に計上したところであります。まず経済雇用対策についてであります。雇用対策につきましては、ふるさと雇用再生事業に18億円程度、緊急雇用創出事業に35億円を計上し、両陣を合わせて2500人程度の雇用創出を図ってまいります。また非転職者の再就職のための無料職業相談職業訓練の大幅な定員増を行うなど、雇用機会の創出と就業支援を一層充実してまいります。次に中小企業支援につきましては、商工業振興資金の十分な融資枠を確保するということと合わせまして、中小企業を抱える諸課題に対し、商工団体等が連携協働してきめ細かな支援を行う、そういう体制を構築をするということで、専門家チームの派遣等を通じた支援を実施をしてまいります。またワインやジュエリーや繊維産業の活性化を図るために、地場産業への積極的な支援を行ってまいります。こうした中小企業者に対する各種施策を展開をしてまいることとしております。また地域経済対策県単独公共事業といたしましては、地域経済の活性化を図るため、橋梁舗装の補修、森林の路網整備、護岸の改修等を実施してまいります。さらに地域経済対策公共施設修繕事業といたしまして、地域経済の活性化を図るため公共施設の修繕を集中的に実施してまいります。また山梨建設産業活性化支援事業といたしまして、新聞や進出に対する補助制度の拡充、建設業専門のコンサルタントの集中的な派遣、合併等の支援のためのセミナーの実施など、建設産業の経営力の強化、新聞や進出等の取り組みを支援してまいります。次に平成22年度の主な施策についてであります。まず産業経済の活性化についてでありますが、山梨ブランドの確立と産業集積の促進につきましては、産業振興ビジョンの策定に向けた検討委員会の設置、
果物やワインなどの販路拡大に向けた戦略的なトップセールスの実施、技術系人材の確保育成に向けた、県立職業能力開発施設の再編整備、燃料電池研究開発への支援及び関連産業集積方策等の検討、産業集積促進助成金制度による企業誘致の推進など、本県経済を支える産業政策を実施して積極的に推進してまいります。また農業の振興につきましては、都市部の人材の誘致を図る農業協力隊推進事業、これは隊員の拡充、果樹農業等の新規就農者に対するマンツーマンでの技術指導や生活支援等を行う就農定着支援里親制度の創設、新規就農者の機械導入や農地確保への支援、醸造用ブドウの推進など山梨農業ルネッサンス大綱に掲げる施策を推進してまいります。さらに観光振興につきましては、富士北麓広域周遊観光駐車場の整備に向けた取り組み、甲府駅南口ロータリーのナイトジュエリー事業の支援、県東部 JR 八駅を活用したトレッキングなどの観光振興策、森林公園姉川の森の再整備や北岳山荘の大規模改修、今後の観光施策推進の在り方を検討するためのおもてなしの心などに関する県民意識調査の実施など観光の振興に向けた施策を積極的に展開してまいります。その他産業経済の活性化の事業として、甲府駅南口周辺地域の広場や街路など集計計画の策定も行ってまいります。次に安全安心な県民生活の確保についてでございます。まず保健医療の充実につきましては、ドクターヘリの導入の可能性についての検討、地域医療再生計画に沿った医療体制の充実に向けた取り組み、特定地方独立行政法人に移行する県立病院におけるがん治療等の政策医療、高度医療、高度専門医療の充実など地域の医療サービスの体制の確保に向けた取り組みを推進してまいります。さらに子育て支援あるいは地域福祉の推進につきましては、保育サービス等の充実や一人親家庭への支援、介護施設や障害者支援施設など社会福祉施設の安全確保及び基盤整備の促進、心に問題を抱えた子どもへの医療体制の充実など少子高齢化等に対応した施策を推進してまいります。次に環境対策についてでございます。まず地球温暖化対策につきましては、県有施設への太陽光発電設備の率先導入、既存住宅に融資を受けて太陽光発電設備を設置する個人に対する助成件数を拡大、市町村や民間事業者などが行う太陽光発電設備等の設置に対する助成制度の創設、企業局と東京電力が共同で実施する太陽光発電所の整備促進、小水力発電所の整備促進、木質バイオマス利活用の促進を図るためのペレットストーブや木質ボイラーなどの普及への取り組み、間伐など森林整備の一層の促進、といった地球温暖化対策実行計画に基づく取り組みを着実に推進してまいります。また温室林につきましては、平成23年3月に温室五ヶ市100周年を迎えることになりますので、記念事業の実施に向けた機運の醸成を図っていく所存であります。次に教育文化の振興についてでございます。まず教育の振興につきましては、公立高校の授業料無償化及び私立高校生等に対する就学支援金の創設、並びに授業料の免除を行う私立高校への助成にかかる要件の緩和、私立学校に対する運営費補助金の増額、いじめ不登校対策の充実など児童生徒への支援を大幅に拡充してまいります。また文化の振興につきましては、平成25年の国民文化祭の開催に向けて実施計画大綱を策定するとともに、芸術文化活動の一層の活性化など機運の醸成を図ってまいります。次に交通ネットワークについてでございますが、リニア中央新幹線につきましては、リニア開通後のまちづくりにかかる課題とか対策等について調査研究を進める、またリニア活用推進講話会の開催など建設促進に向けて機動的に対応してまいります。
また道路の整備につきましては中央団自動車道の整備促進など県外とのネットワークの確立と交通の円滑化を推進してまいります。最後に、この来年度当初予算と一緒に出します平成21年度2月補正予算につきましてご説明をさせていただきます。まず国の第2次補正予算が過日成立をいたしました。そこで地域活性化きめ細かな臨時交付金というものが創設されました。これの本件配分額は33億円であります。これに県独自で10億円を上乗せをいたしまして合計43億円の県単独公共事業として2月補正予算に計上し切れ目のない経済対策を実施してまいります。次に基金の取り崩し等につきましては平成20年度決算による実質収支繰越金でありますが21億円余や事業費の確定に伴う減額などによりまして一般財源が増加したことなどから基金の取り崩し額をできる限り縮減をいたしました結果当初予算では140億円基金の取り崩しを予定をしておりましたが、まあ、これが57億円回避ができました。しかし平成10年度以降で最大となる83億円の取り崩しを余儀なくされたところであります。このため2月補正予算では県債管理基金73億円公共施設整備と事業基金10億円をそれぞれ取り崩すことといたしました。また財政調整基金につきましては2月補正予算において中央団自動車道の進捗化区間にかかる交付税の特例減額特例措置額10億円について今年度の負担額の増加に対応するため積み立てを行うことといたしました。さらに国の各種交付金を基金に積み立て翌年度以降の事業に充当することといたしました。以上が2月定例県議会への主な提出予定案件でありますが詳細につきましては財政課長から説明をお聞かせさせます。以上でございます。そうすればもう特に発表事項につきまして知事へ質問があれば受けたいと思います。朝日新聞の柏原と申します。当初予算を策定するにあたって各部局から上がってきた予算の要求額に対して指示が策定をされたと思うんですけども、まずその予算の要求額に対がどれくらいあってその計上実際増減どれくらいしたのかということと知事がどこに着眼をされて事業を査定されたのか具体的にもし可能でしたら事例を一緒に合わせて教えてください。まあ、要求はですねこれは一応まあ要求の枠というものがありますけどね各部はもうそれいっぱいこれは要求をしているんです。数字については大正解長です。要求の内容については記者発表しておりますから皆さん大体ご用意だと思います。で当然それから査定をしていったわけでありますけれども基本的な考え方としてはこれはチャレンジ山梨行動計画の最終年でありますからですね、これをこれで県としての重点施策というものが書かれているわけでありますので、これをできるだけ、達成をするということをですね、最大の項目にして査定を行ったということで、ございます。具体的な査定の金額等についてはちょっと私も一つ一つについてですね記憶はしておりませんけれどもですね何してもチャレンジ山梨行動計画というものが基本としてある。しかもつい昨年それをリファインをして新しくですね、それにこの4年間でやるべきことははっきりと書かれております。それをできるだけ達成をしていくために必要な額を計上したと、こういうことでございます。数字上がりますか。また後ほど、はい、数字は後ほど担当課長の方からよろしいですか。読売新聞の妹です。知事の任期の中ではですね、当初予算では最後の予算編成になったわけですけれども過去の予算編成と比べてですね、例えば今回の特徴であるとか、知事ご本人の評価この予算に対するですね評価とか、また違いとかですね過去とかですねなんかそういった特徴感想をいただければと思うんですが。そうですね、特徴感想ということでありますが、4年間にいろいろなことをやって、チャレンジ山梨行動計画に基づく事業
そしてその後、新規に必要になった事業も含めて、チャレンジャーマス行動計画を改定してですね、昨年 の, やるべきことを決めたわけですね。で、したがって非常に盛りだくさんのですね、施策を進めていかなければならないということであります。そういうことで新規施策も含めて皆さんがご覧になってもですね、いろんな施策が盛りだくさんで盛り上がっているだろうというふうにお受け止めになるんではないかというふうに思います。合わせて例えばドクターヘリの検討のようにですね、将来に向けてですね、将来に向けてやっていかなければならない事業の、目出しといいましょうかね、検討を開始するというようなものもですね、いくつかございます。そんなことで結果として、県民の皆さんに、ご納得いただけるですね、予算編成ができたのではないか、一方において当面の景気対策に最重点の力を入れていくと同時に、将来のさまざまな本県の発展や県民生活上必要な、長期的に見て必要な重要施策についてもですね、調査費的なものも含めて、実証する方向でですね、必要なものはもう全て盛り込んだと、こういうふうに考えております。よろしいですか。他にございます。いや、NHK の総理ですけれども、民主党政権発足は初めて予算提出になったわけですが、これまでの違いに関する気づきの点がございましたら、よろしくお願いします。あんまりいい違いがないと言いますか、確かに政権交代がありましたけれどもですね、事業仕分け等も行われたわけでありますけれども、結果として本県の今進めようとしている施策にはですね、そのさほど影響なくですね、前向きに進めていける状態だというふうに思っております。これはもちろん県選出の国会議員の先生方もですね、尽力、それから民主党の県連の政権与党の県連の尽力ということもありましてですね、県としてチャレンジャーマス行動計画に乗せて進めようとしていることについては支障なく実施できるということだというふうに考えております。補正予算なんですけれども、その中でその地域活性化記念公園から臨時交付金を使ってですね、公共事業をなさるということなんですけれども、景気対策、雇用対策というのに当ててもよかったと思うんですが、なぜ公共事業をやるのか、それからその当初予算で、建設業に対して新規分野進出というのを流すわけですけれども、それとのメッセージが整合性が取れないんじゃないかというふうに思いますが、なぜ公共事業を使うということになるんでしょうか。地域活性化きめ細かな交付金というのはもちろん県の選択の幅はありますけれども、大体こういうものに使えというものは決まっておりましてね、例えば橋梁の補修だとか、あるいはこう何て言うんですかね、まさにきめ細かなこの身近な生活関連のですね、公共施設というものの整備、というものがに使ってくれと、こういうことなんですよね。したがってそういう国の基本的な考え方にのっとって予算計上していったということです。なんですね、ご承知のように、本県の場合には建設関連、雇用者というのがですね、全体の約1割という状況でありますから、建設関連というのはやはり、非常に県内のこの産業、そして県民生活にですね、大きなシェアを占めているわけであります。で、それに対してそこでまた景気対策としてもそういった社会資本整備というのはですね、速効的な効果もあるということであります。そういうことですので、国の方のこのきめ細かな交付金というものの制度の趣旨にのっとってですね、予算計上をしていったということです。
でもう一つそのあれですか、その建設産業の、もう一つの後半の質問がちょっと今わからない。もう一回言ってみたら、当初予算ですね、新建設業の新規分野に流すわけですけれども、新規分野、新分野、新規分野、ああ、そうか、ありがとうございます。結局そうなんです。こういうことなんですよ。そうやってですね、景気対策としての一つは要するに建設関連産業というものが、本県のこの経済に占めるシェアの大きさというのが一つ。したがってそれがまあ大幅に何て言うんですか、その削減をされつつあるわけですけれども、しかし当面の景気対策としてはやはりそれを維持できるものは維持していかなければいけないことが一つあると。それからもう一つは景気対策としての即効性ということを考えたときにはですね、やはり公共事業というのはその即効性があるというこの2つから、今回そういう補正予算での予算計上したわけでありますが、同時にしかしそうは言ったってですね、公共事業というのは、まあ、国の大きな、コンクリートから人へという基本方針があってですね、まあ、来年度 18.5% 減になる、したがって県の方もですね 15% 減ということで出かざるを得ないわけですね。これはだから長い目で見れば今年そういうその措置は取るとしても、長い目で見ればやっぱりこれは公共事業が減っていくということになっている。そうするとまあ建設産業今1割を占めてますけども、まあこれがそれに伴うその失業とか倒産とかですね、そういうものが発生してくる可能性は大きいわけですから、まあできるだけ建設関連の業界の皆さんにはですね、新しいその進出をしていくとかですね、あるいはその新しいその商品開発をしてみたりとかですね、まあ、そういう、 こうその事業転換というものをですね、まあ、促進をしていっていただきたいと、まあ、いうふうに考えるわけです、まあ、そういう意味で今回こういった事業転換の施策というものを重視をして盛り込んだということで、やっぱりこれは県民の1割がですね、まあ、言ってみれば建設でご飯を食べてるわけでありますから、これはやはり我々としてもですね、それがまあ、公共事業が減っていくのはやむを得ないとしても、円滑にですね、円滑にそのそれぞれの企業経営者がですね、他の事業に転換をしたりとかですね、新しい分野に進出したりとしながら、ご自分のその企業というものをですね、将来に向かって、継続していく、まあ、そのための支援はですね、県としてしていかなければならないというふうに思って、そういう策を講じたということになります。よろしくお願いします。朝日新聞の岡田と申します。今の質問の関連なんですけども、知事再三その建設業従事者が多いという話をよくされますけども、総務省の調査でそれはちょっと増えてたんですけども、山梨県の建設業従事者の割合って全国で26位と非常に決して高くはないと思うんですが、その一方でですね、非常に一桁の順位になる鳥取県なんか、まあ、方がいらしたところではかなり早い段階からその公共事業の脱却っていう取り組みを進めていると思うんですが、そこら辺山梨に関して公共事業依存型の産業構造から抜け出す取り組みがちょっと遅れてるんじゃないかという指摘される方もいらっしゃるんですが、そこについてどうお考えですか。まあ、数字としてですね、建設業の雇用者プラス建設関連であるね、例えばまあ資材業者とかですね、それから、まあ、例えば測量設計関係とかですね、そういうのは建設業には入らないけれども、まあ、建設関連ですよね、そういうものを含めていけば、まあ、1割近いものになるというふうに、まあ、私は見ているわけですが、ね、まあ、1割まではいかんかもしれません、それに近いものになると思います。それでおっしゃるように、確かにこのいずれにしたってこれから公共事業が減っていく、だから住宅だってこれ人口が減るわけですから、これは住宅投資も減っていきます。だから民間の設備投資もこれはやはり海外展開をしていくわけでしょうから減っていく。そうするとやっぱり建設全体が需要が減っていかざるを得ないわけでありますから、早くその構造転換をしていくということはおっしゃる通り必要なわけで、まあ、確かにこの建設業のこの構造改善対策というものを、始めたのが平成19年度だったと思いますけどね、まあ、ちょっと遅かったんじゃないかということはあると思います。まあ、しかし19年度から始めてですね、今年度はさらにそれをそのかなり、手こ入れをして、促進をするということでね、確かにもっとやるべきだったというご指摘があると思いますけれども、今年度から、さらに拡充をして取り組むということにしたわけです。
1点だけ、そのまさに支援のやつで、要求額に対して遺産継承が非常に多かったと思うんですけども、何やってるの？新聞や産業で、ちょっと説明書が出ましたけども、支援のためが、確か要求段階より継承段階が非常に高かった記憶があるんですけども、継続用の支援につきましては、約倍という今時点がさせていただいています。特に新聞や新聞につきまして、不動産を倍にしていいこれは、どういった数で、当然、2局から上がってきた数字以上のものを盛り込んだということになると思うんですけれども、これ、どういった判断ですか？2局から上がってきたもの以上のものを盛り込んだんですか？年末の段階のもの以降ですね、公共事業の姿等が年度末に見えてきまして、その中でですね、4年度厳しいという状況の中で、今申し上げたように、新聞の方のお話もありました通りですね、長い目で見て支援が必要だということで、査定の中で、金額が変わってきた。想像以上にその公共事業の削減が厳しそうだと、見通しが厳しそうだという中で、さらに支援を強化する必要があると、そういった、そういう判断は当然ありますよね。やはり来年度、国の方が、公共事業 18% 削減ということになると、これはそれがそのまま補正予算庁がなしに実施されるとですね、これは非常に大きな影響が生じてくるだろうと思います。というのはこれは当初予算ベースで 18% 減ですけれども、この21年度は国の方もかなり公共事業を景気対策で積み増してますからね。だからこの21年度の補正後の予算とこの来年度の 18% 減とでこう比較をするとさらに落ち込みが大きくなるわけですね。でそのまま従って実施されれば、これは非常にこの建設関連のですね、雇用とかそういうものには非常に大きな影響が出ると思います。ただしかし私が考えておりますのは予測しているんですけども、すでに政府としても第2次補正予算を組んでですね、ここで5000億円のきめ細かな交付金というものをつけてですね、これでいわゆる生活関連の社会省の整備は進めるようにしているし、だからさらにおそらく新年度に入ってもですね、やっぱり景気動向を見ながら、この間鳩山総理がお出になってそんな話も機動的にですね景気対策を打ってると思いますから、その時には公共事業も追加されると補正予算が組まれればですね、ということになると思いますから、もう思いますけどですね、しかしやっぱりかなり厳しい状況になることは間違いありません。そういう状況も踏まえて、できるだけ早く建設関連の業界の皆さんには、新しい事業へのですね転換を促進していってもらいたいという思いは持っております。で現実にそういう動きはかなりあってですね、成功をしつつあるところもありますからですね、そういう事例も見ながらですね、促進を図るということです。いわゆる産業政策をやっている経済産業省関係なんかについては、かなりこう手厚いって言ったらおかしいんですけどもですね、いろんなこの産業のこういう構造転換施策みたいなものについては手厚いいろんな措置がありますけれども、建設業についてはあんまりそういうものがないものですからですね、この際そうやって早く事業転換をしてですね、新しい分野への進出をしてもらいたいという思いが強く持っております。よろしいですか？他にですどうぞ。大丈夫ですか？NHK の総理さん、一般会計の総額はですね、前年度の丸の補充2年連続になるというふうに思うんですが、山梨県にとっての財政、再建というのが非常に高めになっている中でですね、あえてこの先ほどと言いますか、どういったお考えがおありでしょうか？そうですね、一つにはですね、やはりこの景気動向ということがありますよね。景気動向ということがあって、やはり積極予算を組まなければならないという面があるとは一つあります。だから国の方も当然のことながらですね、地方財政計画等でですね、一定の指針を景気対策を重視するという指針を示しているということももちろんあるということですね。しかし一方において財政再建は進めていかなければならないわけで、本県の財政再建の一番大きい目標というのは、県民の皆さんが一番心配されるのは県の借金残高が大きいということがありますけれども、これについては着実に削減をしていくということでですね、先ほど申しましたように4年間の計画
策で行政改革大綱というもので380億円減らすと、借金残高ですね、いうふうに考えておりますけれども、それをさらに140億円上回ってですね削減をするという計画をこの22年度当初予算では持っているということです。まあ、今申し上げた借金残高というのは言うまでもなく、地方の地方税である臨時財政対策債というものを除いた県がコントロールすることができる、通常の県債残高で申し上げているわけです。まあ、それを削減をしていくという計画はですね、着実に、予定以上に早く進んでいるということですね。選挙が進める中で、そのまま激動向を見据えて、雇用であるとか、あるいはその環境、本当にエネルギーの対策に予算を進んだという、そういった考えだったということでしょうか。よろしいでしょうか。そうする。はい。また読売新聞の佐藤ですけれども、今回の予算で基金、65億取り崩されたかと思うんですが、県が出している予算で、平成26年度には今ある362億の基金は184億まで減ってしまうんですけれども、要は貯金が減ってしまうということで県民は不安になるのではないかと思うんですが、それに関しては知事はどこに思われてますでしょうか。184億って平成27年、7年でしたっけね。26年、そうですね。中期見通し上はですね、そういうことになるわけです。でしかし中期見通しっていうのはですね、これは将来予測なんですよね。で将来予測ですから一定の条件を置きながらこう予測していくわけなんですよ。例えば税収入はですね、これは将来経済がどうなったかわからんもんだから仕方がないから、来年度も再来年度も再来来年度も来年度と同じ数字で推移するだろうと。だから地方交付税、国から来るお金も来年度と同じ状態でこれ今後5年間推移するだろうと、そういう、 こう一定の予測を置いてですね計算をしているわけですね。だから来年度以降の例えば税収だとか地方交付税がどれだけ来るかって今の問題で分からんわけですから、そういう一定の過程を前提を置いた上で、中期財政見通しというのは作っているわけです。したがって必ずその通りになるということではなくて、そういう過程通りに物事が進めばそうなるよということであって、当然毎年毎年税収も変わってくれば情報税も変わってきますから、その通りになってきません。しかし少なくとも一定の条件を置けばそうなる可能性があるからですね、できるだけ財政が悪くならないようにですね今努力をしていこうと、そのための指針としてこういうものを作っている。したがって187億というのはそういう一定の前提をもとに、細かい前提については十分ご説明をしますので聞いていただきたいということでありまして、今それがもう実現しちゃうということではありました。またそれが実現しないように基金がなるべく減らないようにこれから財政運営に努力をしていくということだと思います。よろしいでしょうか。まだですね、地方への財源移譲というのがまさに大改革のため進んできまして、地方への財源を移譲されてきたわけですが、今回の政権交代をですね、実質交付税額が増えたということについての知事の評価はいかがでしょうか。そうですね、今回もう久しぶりに地方交付税がですね1兆1000億円、増額をされたということがありました。同時に現内閣はですね、その交付税の増額だけではなくて、社会保障整備総合交付金というような非常にこの使い勝手のいいですね、交付金制度を創設をされるとかですね、地域主権の核の施策としてですね非常に前向きに取り組んでいただいているということでありまして、その点はこれはもう地方団体としてもですね高く評価をしているところです。今後とも引き続き地方重視という姿勢でですね、政権を運営していただきたいというふうに思っております。これまでの三位大学の財源以上というものを振り返ってみると、その途中の方ですね、知事の方は、これまでの財源以上についての知事の評価というのはいかがなんでしょうか。
これまでのというと、全力でですね、おそらく増やされてきた中での、これまでの経緯については、知事は、どのように振り返っていますか。そうですね、確かに三位一体改革は、で非常にその地方交付税の大幅に削減をされましてね、確か5兆円でしたっけね、国全体で。一つはおっしゃるように財源異常というのがあって、確かあれは何でしたかね、税源として3兆円、異常されたんでしたっけね。しかし それはまあそれでいいわけですけれども、それはそれでいいんですけれども、プラスして同時に交付税も減らされたんです、大幅に。だから税源以上仕事が増えて、もちろんその何て言うんですかね、その補助金とかそういうふうなものがね、そのなくされて、そしてその税源として異常されたと。それ自体だったらプラスマイナスゼロですからいいんですけれども、それと合わせて地方交付税がかなり大幅に削減をされてるんですね。確か5兆円ぐらい削減されたと思いますけれども、まあ、それが非常にその地方公共団体にはですね、財政に響いているということがありましたから、まあ、これは都道府県の市町村もですね、ぜひその地方公共税の復元ということをですね、大きな要求項目として、政府にお願いをしてきたということですね。そういう方向にだんだんなりつつあるということは評価をしていいというふうに思います。よろしいですか。それでは、すいません、昨年のこの当初予算の発表の時に、昨年確か予算の見直しで400近い事業 の廃止縮減というのがあったと思うんですが、今年度主要事業 の査定の要求額と計上額を見ると、あまりその削られたりゼロになってたりっていうものが少ないんですが、決して別に削るのが全ていいわけではないですが、今年のこの予算の見直しということへの知事の評価を教えてください。毎年度政策評価っていうのをやっておりましてですね、それでご承知のように全体の8割ぐらいは実施評価ということで、各部で自分のやっている事業についての自主的に点検をしている。2割程度についてはアドバイザー的な外部の方も入ってですね、そして点検をすると、いうことをずっと毎年進めているわけです。でそういう中で辞めるものを辞めてスクラップアンドビルド的にですね、新しい施策をやっていくと、いうようなことをこう常に続けているわけです。で今回もそういう政策評価、21年度に行った政策評価の結果を踏まえて予算編成が行われておりますからですね、具体の例は後でいくつも出せると思いますが、ある部において従来こういう事業が来たけどこれはやめて、我が部としてはこういうもの新しいものをやりたいというものがですね、これいくつもあるはずなんですね。それは具体例は後で必要があればですねお示しできると思います。評価としては今年もきちんと削減はできたと。それはそういう点での削減はできたと思いますね。よろしいですか。朝日君です。通常の検査がですね、大きく減ることができたと、計画以上に進んでいるんだという面は強調されますが、これができるのはですね、やはり財政対策債とかああいった国のその交付税措置、これがあっての話だと思うんですね。ですから、そういった面があってこその県債残高の削減なのかどうか改めて確認したいという点と、今ご説明があったように歳出削減へのこう取り組み切り込みがですね、こちらから見ると不十分に見えるんですけれども、県債残高を減らすべくですね、ある意味踏み込んだ歳出削減なんかそのあたりで一例示しにないかと思います。確かにそれは国の方のいろいろな財源対策債ももちろんあります、から地方交付税もありますし、それからあれですよね、特に21年度第一次補正予算の中ではいろんな基金制度ができましたよね。こういうものも地方財政に影響を及ぼさないようにしながら経済対策を進めようという趣旨ですよね。
まあ、そういうふうなものはもちろんいろいろありますから、そういうものは使いながら、そういうものはもちろん使いながら、返済残高の削減を進めていることは、これは言うまでもない。しかし、やっぱり残高の削減というのは簡単ではなくてですね、まあ、当然公共事業の縮減をしなければ進まないということはもちろんありますからですね、過去3年間19年度以降、一般公共事業が 4%、 地方単独公共事業が 8% という削減を本県ずっと独自にやってまいりましたし、まあ、来年度は先ほど話しましたように国の方針がそういう方針ですから、本県の場合も、まあ、公共事業は 15% 削減ということに、なっているわけですね、まあ、そういう努力をして県産残高の削減を進めてきているということであります。それで、もう一点は、どういうあれでしたっけ、その2点目は何ですか、削減な減らした象徴的な、象徴的な、まあそうですね、減らした象徴的なものっていうのは、まあ一つは何でしょうね、やっぱり、まあ、公共事業をね、一般公共事業 4% から地方単独公共事業 8% ということをこの3年間続けてきた、まあ、来年はさらに増えていくと、それからあれですよね、さっきもちょっと数字が出て説明をしましたけれども、人件費についてはですね、定員削減をずっと続けてきましたから、この定員削減も削減計画を上回るペースで進んでおりますのでですね、定員削減の効果と、それからご承知のように、一般の職員も含めた、給料の特例カットとか、まあ、そういうものも入れて、この18年に対して、人件費が80億円、ぐらいにですね、大きく減っているということもありますしですね、あと何かありますか、大きなところは、まあ、そういうようなことです。あと、もし必要なのは具体的なことよろしいですか。まあ、人件費なんかよりもですね、例えば包括外部監査なんかは、その若干その県の県職員の退職金が高いんじゃないかという部分で、知事に政治判断を求められてした経緯があるんですけれども、まあ、その基本給までですね、踏み込んで、ある意味将来の財政を再建するんであればですね、そういったことを政治判断して、現行の削減を上げてもいいんじゃないかという思いがあるんですが、そのあたり、知事のことですか。まあ、その確かにその給与の問題というのは常に今の水準がいいのか悪いのかというですね、まあ、判断は頭にあってしているつもりです。でただ、まあ、やみくもにこの削減をすればいいというのではない、したがってやっぱりこうその全国的な各都道府県の状況とか国の状況を見ながらですね、最大限のことをやっていくということだと思います。でご承知のまあ、一般の職員も含めた特例減額措置というものを講じたことによってですね、ラスパイレスの指数では、98でしたかね、ラスパイレス指数はね、まあ、国の水準よりも、ね、低い水準になっているということもありますしですね、まあ、これからももちろん人件費については常に念頭においてですね、昨年の努力はしていかなければならないということです。よろしいですか。発表中にもよろしい、その他の項目、だいぶ時間を置いておりますので、その他の事項についてあれば、はい、読売新聞でございます。今朝リニアの、推進会議で発表があったかと思うんですけれども、他県の企業に対する、まあ、山梨県への興味ということで、まあ、関心がないというのが、まあ、7割を超えている状況だったかと思うんですけれども、それに対する知事の評価というのを一言いただければと思います。県外企業の山梨への関心というのは 23%、 首都圏が 40%、 中京圏が 12% とこういうことですから、まあ、その数字が高いか低いかですよね。まあ、私どもは非常にこの県外企業で山梨の関心が高いんじゃないかなというふうに、思っていますけれどもね、この数字を見て。
まあ、かなりの程度リニアが、開通をすればですね、山梨で、まあ、事業展開をしたりとかですね、そういうことを考える企業が多くなるんじゃないかと、まあ、いう、期待感を持ってこの数字を見ているわけです。まだできてない段階での話ですからね、やっぱりそれは一般的にはその山梨への関心と聞かれてもですね、何か具体的に当面企業立地とかそういうことを考えるのでなければですね、通常はまだ関心はありませんというと思うんですけれども、まあ、しかしリニアというものが計画されているということでですね、県外の企業が山梨に、関心を持っている企業が 23% あるということは高いというふうに思っております。まあ、特に中京圏、首都圏は 40% ということですが、中京圏が 12% と、まあ、これはやっぱり現時点では非常に交通アクセスがあまり良くありませんからですね、まあ、こういうことになると思うんですけれども、まあ、しかし全体として私はまあ、その点は考え方は違うかもしれませんが、かなりの関心を持っているというふうに評価をしております。よろしいですか。うん、以上でよろしいでしょうか。じゃあ以上で、出る会議を終了します。